どうもトラビスジャパンでーす。ボーン。この方です。さあ、ということで、はい、今回はですね、僕らの所属するジャニーズにまつわるゲームをやっていきたいと思います。題して、私は誰ジャニーズでしょう。イエーイ。親はジャニーズの先輩の名前が書いてある紙をボックスから取ります。で、その取った人、紙に書かれた人になりきってもらいます。はい、で、なりきった人以外の6人、親に質問することができます。はい、親は誰なのかを1人ずつ当ててもらうという、そういう形になります。はい、よろしくお願いします。質問、そんな慎重に見る。おはようございます。おはようございます。おはよう。口出すぎじゃねえ。なんでこんな口尖ってるんですか。おはよう、みんな。元気してる？はい。あ、元気です。質問でしょ。はい。じゃあ将来の目標。やっぱりでも笑っていかないあきゃんよ。あきゃん。誰だよ。笑顔を絶やさないとあかんよ。あ、よかった。やっぱり。よかったかもしれない。はい。一発ゲームお願いします。一発ガキ。ガキ。ちょっと1個一発ガグ。ヘイ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 、ブラジルのサッカーの選手。でもやりそうやりそう。もう200個とか300個とかありますもんね。まあ結構レパートリー多いよね。そうですよね。うん、はい、なんとなく、なんとなく、ハッピーに行かなあきゃんよ。あきゃんよは何なの。じゃあオープンしましょう。せーの、でん。なるほどね。関西のね、関西の人ですね。僕、丸山くんがその一発ギャグめちゃめちゃ持ってるとか、うん、そういうところのイメージ、うん、村上くんはどうしよう。もっと面白いかなと思って丸山くんだったらね。多分松倉へのダメだった。分かんないけど、そのテンションとか結構明るめが手越くんっぽいかなと思って。なるほど、うん、では、いきます。せーの、あなたは誰ジャニーズ。どうも、関ジャニ∞の横山優です。なるほど。もっとクールだと思う。もっとクールだと思う。そう、俺もそう。マスクのイメージはそうだったかもしれない。そう、ちょっとハッピーな感じがする。いや、いいね。本人のイメージだもんね。そうそう。この方です。おはようございま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 す。人見知りなの。おはようございます。避けてる。じゃあ質問していきますか。はい。最近また新しい資格とか取られました。いや、その資格を持ってない。取ってない。ああ、終わりました。理由なんだろうな。全然人見知りやん。どこの国が好きですか。ああ、まあアメリカとか。アメリカ。アメリカ。へえ。なんかそう、ジャニーズの人と結婚するってなったら誰と結婚したい。ジャニーズの人と。いいね、いいね。カメとか。ああ。はい、じゃあアルファベットは何が一番好きですか。P。 ああそれではお書きください。せーの、てん。待って待って待って、山下智久くん。山下智久君。どんだけ下なの。下が強くて、下が強かったから。いや、せーの、あなたは誰ジャニーズ。カメとランチ、山下智久です。なるほど。このさ、ちょっと静かな感じはイメージある、うん、イメージあるね。確かに。あとアメリカが、そう、アメリカ好き。わかりやすいかもしれない、これは当たりかな。インタビューが何か。ああ、そうです。はい、質問をさせて。みんなで作ってくるのかね。はい、頑張ります。じゃあ質問僕からいいですか。バレンタインとかってどんくらいですかね。何個ですか、ね、バレンタインの。
数じゃなくてやっぱり質かな。あー、分かったよ。これ分かった。そういういな。数と気にしてるよ、まだ子供だよ。好きな女性の髪型でロングかショートか。まあでもやっぱ人見た目じゃないからね。全部そっちやろ。中を大事にする人だ。トラビスジャパンの中で弟にするなら誰が。そうだね、ちゃんと朝も早く来てるって意味でやっぱ川島ノエルが。お前だな。あ、でも分かったかもしれない。でもね、なんとなくなんだけど、うんうん、まあ掴めた気がします。あ、本当ですか。迷う、二択なんだよな。二択で迷う。せーの。の。おお。なんかみんなで作り上げてこうとか、うん、そういうことをいっぱい共演してた時に言ってくれたから、あ、東山さん言ってたなと思って。なんでですか。もうその姿勢と、うん、あとノエルが早く来るっていうのを褒めてたっていう噂を耳にしたことがあるんで。うんうんうん、なるほど。はい、せーの。あなたは誰ジャニーズ？どうも東山紀之です。うまいわ。やったー。いいね。やすいっちゃ分かった。最初から分かったよね。うん。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？撃たれました今。大丈夫大丈夫。大丈夫ですか？今誰かに狙われてます？それ言えないよ。あ、わかりました。ノエル、何がすごい好きなんですよ。何枚食えると思います？5枚。危ない危ない。危ない危ない。危ない危ない。大丈夫ですか？僕たち守るんで。はい。わかった。ジュニアと共通点はあります？うっ！です。はい、分かった。大丈夫ですか？予想してみましょう。はい、私予想してます。じゃあね、分かりやすいかもよ。せーの、でん。はあ。SP ですよ。あ、それ守れてないじゃん。守る側なんですけど。守る。自分で守っちゃって。まあそれも締めっぽいなと思って。そっちか。じゃあ答え合わせです。あなたは誰ジャニーズ？岡田くんです。なるほど。なるほどね。やっぱり SP の。そう。あとはやっぱ戦ってるイメージが強い。そうだね。では、カイトが親で。お願いします。この人です。おはようございます。おはようございます。おはよう。寒いのかな。寒そう。寒そう。上着着ますか。上着。寒いわけじゃない。猫背なんだけど。あ、分かったかもしれない。この系統の先輩ね、何人かしかいないから。無人島に誰か連れて行くなら誰連れて行きたいですか。釣り竿。あ誰か連れて行きたいのに釣り竿を人だと認知してるんです。いや、だからあの人と一緒にいるのは好きじゃないかな。え、このね、感じで、ちょっとね似てる。分かった、俺書きましょう、とりあえず。手に、オープン！じゃじゃん！いや、なんかもう、釣り竿と、うん、なんかちょっと眠そうというか、こう、猫背っぽいのが。でもね、最初からぽかったよね。ぽかった。ぽかった。じゃあ、正解発表してください。はい、あなたは誰ジャニーズ？どうも、嵐の大野智です。イエーイ。全員正解。いやいや、あなただけ違うです。でも上手かったね。なんか分かった。すげえ分かった。最初で絞られたよね。この方です。おはようございます。おはようございます。めっちゃ笑ってる。おはようございます。笑顔。誰だよ。バラエティ番組好きですか？大好きです。おー、バラエティ好きなんですよね。なるほどね。誰だよ。体を動かすの好きですか？うん、大好きです。大好き。うん、大好きです。あ、結構、なんか、大好きだね。わかんないわ。会ったことない、絶対。どのジャンルの歌が好きですか？あー、でもね、結構ね、アニメっぽいのが好きかもしれないね。うん。なるほどね。おー、アニメ好きなんですね。大好き。うん。今後どうなっていきたい？グループで。なんかわかんないけど、まあずっと笑顔を届けたいかな。あ、わかった。いっぱい。わかったかも。ね、このキャラクターね。皆さん一斉にお書きください。俺これで会ってほしくない、この先輩で。せーの、ドン。もうアニメが好きっていうのと笑顔を届けたいっていうので。俺はバラエティ好きっていうのと、あと笑顔を届けたいっていうところかな。アニメどこ行ったんだよ。でもアニメ好きだもんね。そう、アニメ宮田くん。そうなんだ。宮田くんとアニメ好きなんだ。そうなんです。結構見てるんだよ。それは知らなかった。せーの、あなたは誰ジャニーズ？タマどこ行ったの？タマ宮田でーす。おーい。
そっか、綺麗な、明るくて。どうですか、宮田会の静谷さんからして。逆になんか、あそこまでやられたら分かんなくなるね。あれもう書きますね、みんな。もう書きますか。キムラ何、キムラ何、僕、トラビスジャパンです。あお、やってんの。やってやってあー、お前あはは、腕の筋肉強いですよね。腕、腕、うん、知らへん、まあ、パン何も答えてくれない。どんなパンツ履いてます。あ、知らん。お前、お前、うるせえな、バカ野郎。よし、OK、はい、マジで分かりやすいんだが。マリオさ、コーヒー買っといて。やってたわ。それではお書きください。何、何書くの、バカ野郎。はい、それでは一斉にオープン、ゲン。これは分かんなかったら、あれだね。やばいね、なんでいけんだ。いや、もう、バカ野郎だよね。いや、そうだね、イメージね、バラエティとか。それでは、じゃあとりあえず、いいですか。結果発表していただいて。あなたは誰ジャニーズ。すみませんでした、松岡くんです。ありがとうございます。ありがとうございます。やりやすいっちゃやりやすい、時計は分かった。すべてを取って松岡くんだと思う。では最後、お別れの挨拶はこう一人一枚引いて、誰が誰か当ててください。コメント欄で当ててください。では行きます。以上、トラビスジャパンでした。バイバイ。上の方バイバイ。下の方バイバイ。金髪筋肉、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 金髪筋肉。いらっしゃいませー、金髪筋肉。ブラックペア。どこる。3、2、1、Here we go。 We are Travis Japan。 7人でこのメンバー。 Remember 11月のメンバー。 December トラジャニュアリー。トラジャ。ジャジャジャ。ジャジャジャ。また来週。